おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。ってことでやってまいりましたこちら。プロスピセレクション第2弾の登場だぜ。通常 S より能力上がった選手や S ランク初登場の選手などいますから、現在の成績とともに見ていきましょう。能力チェックしたら最後に。まあ特に引かないんですけどね。引かないんですけどね。では早速チェックチェック。ヤクルトから見ていきましょう。ヤクルトは田口投手だぜ。9位制球スタミナ全動値だ。田口投手はヤクルトに移籍してほんと良かったよね。畜生。巨人では数年間くすぶってましたから、畜生。トレードした時は絶対にいい方向に行くって話してましたよね。畜生。思った通りに結果が出ていて嬉しい限りです。畜生。こうやってセレクションでも登場しているのがその証拠だよね。畜生。頑張れ疲労かも。すっごい漏れ方。能力は通常 S にプラス1で登場。特別レアリティ従来の形での登場だな。特殊能力や変化球も特に変化なしだが。全体的に球速が上がってます。速い系の球速が4キロもアップだぜ。緩い変化球、スローカーブとスロースクリューは3キロな。今は完全な中継ぎですから、リアルでも球速上がってる。そして現在の成績、土曜日の試合終了時点の成績がこちら。そりゃセレクトされるわって感じです。シーズン半分以上過ぎて防御率は未だに0点台だ。畜生。漏らすなよ。このまま最後まで走り抜けてほしいですね。畜生、頑張れ疲労かも。ではお次は阪神。阪神からは湯浅投手。こちら S ランク初登場だぜ。9位型での登場。称号で9位は狙えるな。特殊能力は大ピンチ持ち。変化球はまあこの程度かって感じ。初登場ではそこまで強く出さないコナミの謎式ですね。まあ2、3年活躍しないと本物ではないってことだろ。前に巨人戦で投げてるの見たけどものすごい球放ってたからな。能力はどんどん上がっていくでしょうね。そんな湯浅投手の現在の成績がこちら。これまたやべえっす。特殊能力でついてる通りの奪三振率だぜ。湯浅覚醒おめでとう。お次は我らが巨人。巨人の現状もいろいろ話したいけど、それはまた次回ってことで。巨人からはカズマの登場。岡本選手も通常 S からプラス1の能力での登場。だいぶ調子落としましたからね。それでもパワー85だ。すごいぞ強いぞさすがだぞ。こちらも変化は特になし。現在のカズマの成績が。いや普通にご立派ですから。それに調子上がってきそうな匂いが漂ってるしな。あ、そうなんだ。もはや岡本選手はタイトル常連だからな。今年も絡んでくるか注目だぜ。それでは次はカープ。カープからは大瀬良投手の登場。ここも通常 S にプラス1の能力。称号で全動値が狙えるぜ。特殊能力や変化球も変わりはなし。ここまでの成績が。防御率こんな悪いんだ。意外だよな。出だしは良かったんだけどな。今年は打ち込まれることも少なくはない。これはシリーズ2で能力下がる可能性もあるな。では次は中日。中日からは大野投手の登場だぜ。相変わらず強いの。これまた通常 S からプラス1での登場。特殊能力に変化球もそのままだ。去年防御率2点台なのに4つも負け越してるんだね。これ援護なしの特殊能力つくのでは。絶対つかねえよ。3つしかない貴重なとこに悪い能力ついてたまるか。あ、そうか。プロスピエースで悪い特殊能力はないのか。現在の大野投手の成績な。援護なしつくのも時間の問題だな。ごめんやっぱつくかもな。ではセリーグ最後は DeNA。DeNA は牧選手の登場だぜ。通常 S にプラス1の能力だ。ここは称号でミパエの同値も狙えるからな。強いぜ。牧選手ってなんかやたら出ない？エキサイティングにも登場したからな。能力値的にはそれと一緒ってことだ。岡本選手もそうだけどな。ここも変化なしだな。改めてルーキーで3割1分4厘の22本はえぐい。牧選手のここまでの成績が。いやあんたすげえよ。2年目もここまで順調に来てるぜ。それではパリーグ行くぜ。オリックスから。オリックスは山岡投手。出たなこのイケメンが。山岡投手も特に能力に変化はなし。通常 S にプラス1の能力だ。
変化球王し。山岡投手の特徴だな。特殊能力も変わりはないぜ。ここまでの成績が。素晴らしいですね。今年のパリーグは投高打勢がすごいよな。山岡投手も休養目前って感じだな。お次はロッテ。ロッテからは松川選手の登場。あっという間にロッテの顔になったな。未だにスポーツナビでは。舐められてますけどね。もういいよそれは。スポナビも引くに引けないんだろうな。オールスター出てますからね。フレッシュじゃない方。こいつしつけえな。松川選手は覚醒に続いての S ランクだな。もちろん能力の変化ありだぜ。と言っても守備能力だけだが。保守的性がかなり上がりましたな。ただ捕球やスローイングは変わらず、ここはシリーズ2に期待。松川選手のここまでの成績が。打撃はなかなか苦労してるか。まあ高卒でキャッチャーですから、松川選手のこれから楽しみだな。一発のある打撃の捕手になるのか、捕手らしい捕手になるのか、はたまたその両方か、将来巨人の救世主となるのか。冗談やん。次行くぜ。楽天は安楽投手。ここは能力アップで登場。制球が6アップ。他はプラス1な。変化球と特殊能力は変化なしだぜ。ここまでの成績が。セレクトされた割にはイマイチですね。7月でだいぶ防御率悪くしたな。お次はホークスだ。ホークスからは今宮選手。出たなこのイケメンが。今宮選手は通常 S からミートが11もアップ。上がったねー。特殊能力と守備射程は変化なし、ショートはトップレベルだ。ここまでの成績が。いいねー。3割打てればミート A 狙えるくらいまで上がってくるな。では次は日ハム。日ハムは伊藤博美投手。ここは通常 S からプラス1での登場だ。キャッツも変化球多いの。近いうちシュート系も投げ出しそうだよな。ツーシーム覚えたらリアタイで人気出そう。知らんけど。永遠にリアタイ素人ですからね。変化球や特殊能力は通常と変わらずだ。ここまでの成績が。悪くないねー。先発17回中クオリティスタートが11回と安定感抜群。まだ2年目だが、伊藤投手は怪我の少ない投手になってほしいぜ。こんだけ安定してたら年俸も毎年上がっていきそうだ。友達になりたいですね。うるせえ。では最後。最後は西武。西武からは山川選手の登場だぜ。ミートがプラス9、パワーがプラス2。ここは上がるよな。去年が寂しい成績だったからな。特殊能力と守備に変化はなし。ここまでの成績が。ご覧の通りだ。あれ、でも意外と打率落としてんだな。5月まではすごかった。ホームランは出てるけどな。まあ山川選手はそれでいいのか。オールスターでの佐々木朗希いじり。あれは笑った。特に白井球審のやつ。以上セレクション第2弾の12選手だぜ。魅力的な選手がたくさんいますね。まあ特に引かないんですけどね。引かないんですけどね。あとなぜ途中から貴様が仕切っている。暴れてた？